肩周りのストレッチで日頃の疲れを取っちゃいましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、上半身のストレッチを一緒に5分間行っていきましょう。はい、軽くあぐらを組んでください。まずは斜め上を向きながら首の前側を伸ばしていきます。肩が一緒についていかないように軽く反対の手で押さえてください。反対もいきます。斜め上を向いていきます。しっかり首の前が伸びていることを感じてください。ぐーっと伸ばしていきます。あまり痛いぐらいやっちゃうと力が入ってしまうので、痛くない程度で OK です。ぐーっと伸ばしていきます。体が前かがみにならないように、15秒間は軽く腕をね振ってください。上、横、下、回す、回すといった感じです。はい、今度は斜め下を向いていきます。斜めを下を向きながら僧帽筋を伸ばしていきます。体が丸くならないようにしっかり首の外側、僧帽筋が伸びているのを感じてください。体はリラックスしてください。終わったら肩がしっかり軽くなります。手をね、しっかり軽くね振ってください。上、横、下、回す、回すです。はい、今度は雑巾を絞る感じで手をねじってください。斜め上、斜め下です。これで前腕、そして肩、胸のストレッチができます。しっかり体をぐーっと胸張ってしっかりねじってください。遠くに引っ張るイメージです。呼吸はリラックスです。リラックスさせてね、振ってください。上、横、下、回す、回す。はい、今度は肘曲げた状態で背泳ぎをするイメージですね。肘で丸を描く感じで肩甲骨、広背筋しっかり動かしてください。はい、反対も回します。今度はクロールする感じで前に肘で円を描く感じです。もう一回後ろ行きます。肩がだるくなってしまう方はちょっと力が入っているので肩の力を抜いて回してください。伸ばすというよりも動かすというイメージです。はい、 OK です。上、横、下、回す、回す。はい、最後、前腕のストレッチです。手のひらで軽く手前に押す感じで腕を伸ばしてください。結構ですね、女性って握力が強い方はここがボコッとしてしまうので、ちょっと筋肉質なね腕に見られがちなので、ここをしっかりね伸ばしてください。
左右交互に上下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 はい、OK です。最後は肩をねダラーンと上げたり下げたり、上半身の力を抜いてください。肘から先の力をね抜いて、首も軽くなってると思います。最後にね、体を力を全体で抜いてください。ダラダラーともうタコになったイメージでね、肩、腕、胸、背中ダラダラしてください。はい、OK です。今日もご視聴ありがとうございました。